うなぎ登り。皆さんこんにちは、トミックです。俺ちょっと前にアナゴの動画出したじゃないですか、まあ、刺身でも食べられるかっていう動画の内容だったんですが、本数も多かったんで余ったものを天ぷらにしたんですよ。アナゴの天ぷらってめっちゃうまいじゃないですか。俺もめちゃめちゃ好きなんですよ。和食屋さんとか天ぷら屋さん、お寿司屋さんとか行ってもアナゴの天ぷらっていうのは普通にあるじゃないですか。でもアナゴの天ぷらはあるのに、なぜうなぎの天ぷらはないのかと思ったわけですよ。今回はですね、アナゴと同じ要領で天ぷらを作ったらどうなるのか、ちょうどいいサイズのうなぎを2本購入してきました。これで1本 150g のうなぎ、煮アナゴとかにするアナゴっていうのはもうだいたい 150g とか200のアナゴがいいんですよ。みんなが知ってるようなあの1本丸々揚がってる天ぷらあるじゃん、あれって 70g、80g のアナゴなんですよ。それぐらいちっちゃいアナゴで天ぷらって作るんですけど、うなぎはね、探しても150なんですよ。一番小さくて。1本丸々揚げるってなると、通常よりもでかい油鍋が必要だと。うちにはないので、まあ、今回はね、こうさばいたものを半分にして天ぷらにします。うなぎ、取り出しましょう。うなぎっていうのは多分俺が知ってる中で一番生命力が高い魚なので、ちょっとや外では死にませんと。冷凍庫に入れても死にません。アナゴの時にここのね、あの排水口の中に入って死んでしまったんですが、アナゴは。うなぎはね、排水口の中に入ったとしても死にません。なぜか天ぷらにするにはやっぱりでかい気がする。だから天ぷらないのかな。うなぎの顔を見るタイム。アナゴはね、可愛くないって言ったじゃないですか。でもうなぎっていうのは顔が可愛くて、こうやって巻きついて攻撃をするんですよ。これはね、アナゴの動画と併用してみてください。うなぎはその代わり絶対噛まないんですよ。こうやって締め付ける係なんで。お、泣いた泣いた。そうそう、プップップップ泣くんですよ。うわーうわーうわー、よかった。これディスポーザー付きだったら大変だったぜ。トレイに移しました、うなぎを。移す、ボールの方がいいかな、うなぎ。すぐ脱出する。うなぎを冷凍庫の中に入れたいと思います。で、こういうね、金属のトレイに入れておいたら、金属のこのトレイに貼り付いて、動けなくなると思うんですよ。だから、今回ボールじゃなくて、こういう、こっちのタイプにしました。多分、大丈夫だと思われ、さらば、1時間後。LINE スタンプ第2弾好評配信中。 LINE で友達になってくれ。せーの、はい。ちょっと脱走しようとしてんじゃん。あぶね。完璧だね。これ、暴れてないか。暴れてくっついてるな。暴れながら凍っちゃったね、これで。これは普通に脱走しようとして凍っちゃった感じだね。ちょっととりあえず軽くお湯でふやかしてさばきたいと思います。うなぎの生命力舐めたらあかんのでね、ちょっと軽く濡らしてあげるぐらい。ちょっとこうやって伸ばしてあげるとちょっといい感じになる。ちょっと身のまで微妙に凍ってるんで、気持ちちょっとだけさばきにくいかな。内臓まで凍ってるんで身に血が染みないですね。これ一本丸々を天ぷらってかなり無理だね。これぐらいでちょうどいいんじゃないか。そしてこいつ暴れながら凍っちゃったやつね。これなんかあれ、なんかの形に似てないか。うなぎをさばくコツはしっかりとね、こうやって伸ばしてあげて眺めてあげることね。身まで溶けてきたら動き出すんですよ、意外とね。全く血が滲んでない。最高。凍らせることにより、
さばけた完璧なスタイルのうなぎです。はい、半分切ります。それじゃあね、うなぎが、こんな感じでさばけているので、こっからね、天ぷらの衣をつけて、天ぷら油で揚げていきたいと思います。油鍋って基本的に幅が狭いものばっかなんで、今回もですね、油で揚げるものはフライパンを使います。フライパンでギリギリなんだよな。なんか穴子天用の油鍋欲しいよね。いや、売ってるかもしれないけど、でも穴子天のためだけに油鍋買いたくないよなっていう複雑な気持ち。一味だけ今回天ぷらにしましょう。小麦粉につけてあげる。ぬめりもしっかりガード。うなぎを衣にこうやってつけて、衣をねしっかりと切る。その時にしっかりと切ってから揚げる。おお、穴子と違ってうなぎってずっしりいくタイプなんだね。いい感じじゃない？うなぎの天ぷら、見た目は別に普通だけどな。だから穴子に比べたらこれ2分の1なんですよ。これ2分の1の長さだから、穴子と比べると当然やっぱり大きくはなってしまう。だからそういうのを考えたら半分にした方が正解だったのかなと。見た目も別に普通じゃない？ほら裏で皮の部分もね、結構ねいい感じに上がってるんですよ。いただきます。おお、めちゃめちゃうまいよ。え？めっちゃうま！見て、ジューシーで肉厚なんですよ、中も。え？うん、僕うまいわ。いや、うまい！すっげえうまい！下手したら、穴子の天ぷらよりうまい。ただね、一つだけ言いたいことがあって、後から急激に重くなる。二分の一の四分の一食べたんですよ。で、あ、重く感じてきたなって。ってことは、天ぷらとして食べるんなら、うなぎは8分の1を天ぷらにした方がちょうどいいかもしれない。多分これ以上食える自信がない。うまいけど。うなぎってジューシーで脂っこいから、天ぷらと相性が多分いい意味で悪いのかもしれない。重いな。これ多分10代後半とか20代前半だったらもう、この2分の1のバリバリバリ。うめえうめえって言って米と一緒にかき込めるんですよ。めちゃめちゃかき込める。穴子の天ぷらとか出すような年齢層高めの人に向けては出せないなと思いました。若い人向けにすごい喜ばれるけど、値段を考えると若い人には出せないよねっていう感じかな。すげえ難しいこれ。お店で出すには出しどころが非常に大変なものだと思います。で、やるなら若い人がうなぎをさばいて、それを天ぷらにして食べるのが一番いいと思いました。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。インスタライブやりますので、インスタのフォロー、そして LINE アカウント、動画概要欄から友達登録してください。動画見てくれて Thank you。登録ポチッとイエイイエイイエイ。